俺たち崖っぷちということで始まりました、はい、ワクワク探検隊のお時間でございます。はい、今日はどこに来てんの？今日ですね、こちらです。インセクトマングローブに来てます。お、いつものマングローブ。久々やね。久々のマングローブですよ。久々ですね、ほんと。今日マングローブに何してきたん？あ、今日はですね、まあちょっとコントショップなかなか行けてなかったで、うん、なんでちょっとシーズンも入ったし、そうですね、ちょっと昆虫ショップ行って、うん、なんか新しいもん出てないか見に行きましょう。はい、店長に怒られに行こう、久々に行って。そうですね。って感じで。じゃあ行きますか。行こう行こう。はい。こんにちは。こんにちは。久々ですね。久しぶりだな、うん。もう玄関から綺麗よ、やっぱ。うん。いつも通り。いつも通りだね。あ、こんにちは。お前ら、気に入りすぎやし、お前。え、すいません。もう、期限切れとる、しとるカード残っとるがな、こう忘れていった前回の。あの、あれや。すぎやろ、もうちょっと来いよ。すいません。すいません。もうこれは、覇気。覇気。あれ？いや、早いですよ。チャリできた？チャリできた。いや、もうおるやん。嘘でしょ。そう、2時間ぐらいもう一度喋ってんねん。そう、俺から言うたら昨日から待ってんねんか、もう店閉めんと。長い昨日から友達ですよ。お前で、あ、どうですよ、お互いこうやって持ち上げイチャイチャして。お前で、お前やな、ほんまに。ほんまになんか空いてる、はい、書きすぎやろ、ちゃんとこれ。すごいね、これ。こんなまともに書いたらな。ちょっと打ち合わせと違うこと言わずに。ワクワク探検隊。あ、すごいな、これ。ちゃんと書いてあるな。なんか、何書いてる？はい。大したもんやな、ここまで。ちゃんと書くんじゃな。あ、あれ？おら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 、すごく何してんすか。いやいやいや、ウッディ呼んどってここ来てさ、すごいなと思って。めっちゃビークは買ってるやん。そうそうそう、うん、俺歩きですごいなと思って見とったんよ、俺。あ、歩きですね。うん、ほんで、まあ、ウッディすごいこと、これまたちゃんと書いてあるなと思って感心して読んどったんよ。さあ、男、はい、はいはい、ということで、はい、はい、仕切り直しまして、やってまいりました、インセクトマングローブ。はい、まあ、生涯で茶番組には置いときまして、はい、早速なんですけど、なんか、素敵な虫のご紹介があるということで。あ、いいですね。マジっすか。そう、いいんすか。めっちゃすげえのあるらしい。はい、その前にケイス、何なんすか、チャンブラ。え、ダッサ。え、こっち向いて。はい。嘘。まあ、これ僕のじゃないんですけど。ぐらいのサイズやしな。これなんすか。これは奄美ミヤマ。奄美、まだ寝てるけどね、これは。奄美ミヤマ。奄美ミヤマ。これチビレコード狙えるやつですか。いや、これはね、もうここの全強止まりぐらいのやつがおんねけど。どうすか。多分それでも狙えへん。もっとチビやったと思うんですよ。めちゃめちゃチビ。超チビ。あ、超チビなんですね、これで。超チビ。超チビの奄美ミヤマ。お、かわいい。あ、かわいい。かわいい。めっちゃ怒ってる。そう、これ特徴ね。何これ。これが特徴なんですか。特徴。もう、おごたらビッとこう威嚇するこの形ね。かわいい、めっちゃ。メスがこれね。メスだけでかい。メスの方がなんかもうちょっとでかくないですか。そうそう、でもミクラと違って天国やないけど、うん、そこまで艶もないし、でちょっと見えるかな、筋じゃないけどもザラメっていうかが入ってくるのかな、うん、もう奄美の特徴。見えるかな、今カメラで。ちょっと見えへんな、これ多分カメラでは。なんかね、微妙に今映してる感じだと見えるけど、これ編集して YouTube に上がった時点でどうなってるかどうかは YouTube してる。そうですよ。しゃーないし、もう一個だけ言っとくか、これ。おっと、いいんですか。大好きな、これ、ずっと長年やり続けてるやつを。ってことは、店長、一押しのやつじゃないですか。これもう、一押しやね。種を切らさんとこも適してやってるやつね。割り出してきたところ。
アエニア金色クワガタ。金色クワガタ、うん、何これ、めっちゃ綺麗、何これ、ピッカンピッカンやん、羽のシワがめっちゃね、あ、ここですか、うん、まやちょっとね、カメラではね、わかるかな、わかりにくいかな、やっぱカメラだな、でも、わかりやすいんじゃないですかね、これやったらフォーカスロックして映るかな、映らない、映らないか、やっぱりね、ちゃんとしたカメラ買おうけど、はい、そうですね、はい、緑のちょっとこういうのも特徴で、メスはもうこんな色、もういろんな色が出たらまたちょっと逆に怪しいかなみたいな、あ、色もう全然、これは結局声が出る、もうこの色でほぼ固定な、もう絶対にこの色やね、へえ、2004年に入ってきてからのルイダイ、うちがいろんな今何人かルイダイし始めてるけど、ちょっと出回ったし、うん、早い人で20かな、21の幼虫が取れてんのかな、 F で、うちが今これ19でやっと動き出すなっていう頃で、今からまだペアリングしてうまそうかって、うんうん、うちは次20、20ですよ、ルイダイ20やで、ね、F20、 あのシワがちょっと映ってるような気がする、まあ、あとは YouTube 試合、はい、YouTube 試合で、へえ、面白い、これなんかパプキンよりもなんかこうもっと色の発色が、インスラとか色的にはそっちに似てるかもしれんけど、この、まあ、それで映らへんけど、この上バネのシワはもうこのアエニアだけしか入ってない、ね、でインスラリスって体どっちかやったらこうスリムな感じ、うん、ちょっとボテッとしてるのが、へえ、面白い、めっちゃ綺麗やな、ケージ、ね、じゃあせいじこれ120万、120万、安いですかね、120万、出世払いでずっと無理やな、え、ケイジ毎月100円払いじゃない、毎月100円払い、もう店ないな今こんなもんかな、はい、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、お母さんに呼ばれたような気がする、すいません、今日はありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、いや本当にね、はい、いろんな虫見たけど、はい、すげえ綺麗やったな、綺麗でしたね、何綺麗やった、ナムソ、絶対名前覚えてないの、全然上場虫っす忘れとるよ目打ちもない絶対名前覚えてない思ったらいつも通り、おいおいでもほんまにね、めちゃくちゃ綺麗やったっすね、いやそうだね、はい、店長こだわりの昆虫、はい、またね、あのインセルトマングローブさんお店の方にも並ぶ感じなんですよ、ここに入ってるので声かけてもうて、これにこの金色系にこだわるのある人は声かけてくるから、その年取れた幼虫の数次第で販売はしてる、あ、なるほど、なるほど、購入もできるということで、はい、なので、あのご興味のある方は、はい、あのぜひね、の虫が欲しいんですそんな言い方するんやなあのバスケがしたいです、安西先生はいはいはい、こんな感じで、はい、本日は本当にありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、家出るまで、はいそう、めちゃくちゃいいマット俺手に入れたんで、はい、店長に教えてもらって、はい、これで安の虫やっていこうと思います、安の虫やりましょう、はいということで、皆さん、また次回もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。それでは皆さん、またね。バイバーイ。最後まで動画を見てくれてどうもありがとう。他の動画もおすすめ欄にあるので、ぜひ見ていってください。また、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。コメントもたくさん待ってるよ。それでは皆さん、またね。バイバーイ。